態でじゃあ一回ですね動きをじゃあはい、純ちゃんの体にセンサーが巻きつけられました。強そうです。私の体もなんか見えるんだね。いいですか、振って。はい、でちょっと軽め、ゆっくりめちょっとあの早く振っていただくといいな。はい、でじゃあちょっと今のですね、あの今も再生、あの録画したので、はい、基本オンオフを落としていただけますか。はい、一番上のですね、あ、クラブで、はい、そうすると今の純さんのスイングがこういう風に、おー、ここにいる、はい、緑でこういう風に再生されます。どこから見ていただいても大丈夫ですか。はい、で、これが、はい、今のスイングです。あ、はい、こんな感じで、もう数秒前の自分っていうのがこう黄色が緑を見ている。そうですね、はい、先ほどのスイングです。こういう風に確認ができます。お、なるほどね。はい、もう一回やってみますか。ちょっとあまり早いとですね、ちょっとあのクラブの強度がおかしくなってしまうんですけれども、うん、ゆっくりね、ゆっくりで、はい、ハーフスイングぐらいでもいいかもしれません。じゃあ録画開始します。はい、はい、でもなっちゃいますね。はい、でお手本。いや、ちょっとなんか気持ち悪いですね、こうやって見るとスイングが自分が、うん、腰引けてんのかな、なんか何なんだろう、これは。こういう感じかな、もっと。どうですか、先生、スイングですか。スイング直しますか、今。腰が引けてるんじゃなくてですね、あの上体が突っ込むんで、突っ込んでる、こう立とうとして腰が前に行けなくなるんで、うん、フィニッシュでお腹を左に突き出すみたいな感じで胸張ってもらうと、お腹を左に突き出す、はい、こう、フィニッシュ一回じゃあ取ってみてください。その時にですね、このままでもう少し反ってしまうんですね、左足で。そうです。で、頭が、ごめんなさい、もうちょっと後ろです。そう、長時間立てるぐらい楽な場所でちょっとそこで立っておいてもらうと、お腹が出るので上半身突っ込みにくくなる。さっきもボール打っていただいたとき結構こっち側に来るんで、体重が、そうです。もう左足一本で立って人の話ずっと聞いてるみたい。腕も全然もっと楽にしてますよ。そう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 。でやっていくと、そういうイメージで録画したりすると、一回撮ってみましょうか。それも、この方はゴルフもできるプログラマーの人で一緒に作っているそうです。ジュンさん、一回アドレスしていただいて、ボール打たなくていいので録画してもらって。はい、あ、もう録画、これはリスか、一回、あ、はい、じゃあ一回すみません、お手本オンオフでしてもらえますか。すみません、じゃあもう一回じゃあ撮りましょう。じゃあボール打たなくていいので、はい、開始しました。はい、今のフィニッシュだけ気にして、はい、足ちょっと狭くしてもらっていいですか。左乗りやすいので、はいはい、でそれで素振りで今のフォームを気にして振っていただいて、で最後、はい、そう、上半身もうちょっと反っていいです。そう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 、で OK です。じゃあちょっとそのスイング自分でお手本出してチェックしてみてください。すごい丁寧に振ってる。足を狭めて、足を狭めて、ここで、ここからもっと反ってみるんですね。そうすると理解、理解、バランスが、まあこれ結局今僕が言っちゃってるんですけど、将来的にはもう、あのコーチの方が中入って棒だけ表示させれば、こここうしてください、僕が今言ってもそちらには見えないと思うので、棒とかは一応機能はもうあるんですよ。それでこここうですよっていうのはできたりはします。この中にもう一人先生が入って指示する、そういう形ですね。まあ、ちょっとそれは現実になんでやらないのかっていう話になるんで、遠隔とかになると思うんですけど、その場にいない人でもそういう指導ができる。こうですね。そうですね。上半身が突っ込んでしまうので、はい、腰が引けてしまうっていうのは正解ですね。かっこいい。こうですね。結構録画をするっていうのはもう当たり前なんですけど、今みたいに自分を目の前で見ながら指導されることは多分ないんで。確かに。説得力はありますよね。うん。普通の動画で見るよりもリアルにその変なところが見えるから、ちょっとスイングやばいなって。うん、みんなショック受けると思います。はい、どうぞ。そう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 、で見てもらうと多分結構違うんじゃないですか、さっきと。まあでももうちょいですよね。まだまあちょっと突っ込み気味にはなると思うので、
そうすると多分アウトサイドから入るのも治ってくると思うんですよね。突っ込んでるな。あ、はい、どうぞ。目いっぱい沿ってる感じです。そう。ここでつま先に乗るんで、まあまだやってもいいんでしょうね。そうですね。いいんでしょうね。もっとか。辛そう。左のかかと。これは分析ツールとしては結構直感的なので、うん、まあなんか本当スクールとかで本当使う。ハマるよね。ハマりますね。これね。そうですね。ずっと振ってますもんね。だってずっと自分が見れるってことでしょ。そう、客観的に。そうです、ね、こんぐらい。そうです。じゃあもう一回ですか。はい。うん、あ、結構ピタッと。ね。はい。うん、器用やね。あとだ。あ、でもちょっとよく放ったけどもっとだな。ゴルフスイングって変わんないじゃないですか、ね、皆さん何年やっても、うん、そうなんで気持ちよく振っちゃうから。そうです、極端にやらないと変わんないので、こうやって見てもらって今はもっとだなって思うのは多分正解で、うん、普通練習場でやらないんですよ。そうですね。もう一回素振り、うん、襲っていいですね。はい、すげえ顔の角度、はい、ちょっと見てみてください。連動してる。ジュンちゃん後ろから見てると、あれ？これ実は反ってないんではなくて、うん、お腹が出てないんですよね。お腹が後ろにいるので、そうです、上半身だけ反ろうとするともう辛いので、へそ、へー、これだと骨でいうとそのお尻の骨盤が全然もっと前でいいんですよね。あ、そうです、そうです。なんか人の話聞いてて辛くなったらそうやって立つと思うんですよ、左に体重乗せて、うん、そういう感じで終われると別に上半身そんなに反らなくても、うん、そう、ちょっとそのまま、すいません、ちょっと、そうです、もっと楽に左で、そう、結構、そうです、硬いのかな、体が。あのお尻が前行ってないで、あ、でも全然いいです。それぐらい左に行くべきで、で実際物を振ると引っ張られるので、その感覚は結構強めに持っとかないと、はい、そうです、それだけで結構緑ともうフィニッシュの腰のポジション変わってきてますから、はい、そうですね。うん、あ、バランスいいですよ。いいですか。はい、バランスいいですよ。はい、録画しました。まあ、ちょっと肩の位置とかは綺麗に今日合わせてないのであれですけど、はい、うん、全然バランスが早いですよね。いいので、そうですね。ほら、早いんだな。こうだ。レッスンしてしまって。これはもうあれです、 VR レッスンですよ、世界初。そうですね、VR レッスンです。めっちゃ振ってますね。こう、熱い。こうして、いや、でも綺麗ですよ。いいですか。最初すごいお尻引けてた、はい、今のも録画したので、ぜひ。最初すごいお尻引けてた、引けてましたよね、うん、だいぶ前には行くようになってきてます。ほう、肩は別だからね。こう、うん、あ、そうです、実は細かく言うとそうなんですよね。ね、なんかもっと胸に張った方がいいもう全部気にするすいません、でもどんどん良くなってるんですよ。僕にはもう分からない領域のこうして、自然になってきましたね。ちょっとこれは突っ込んでます。さっきの方が突っ込んでるか。さっきの方が良かったですね。
そうですね、そうですね。突っ込んでる。突っ込んでます。あ、でも自分でね、わかる。うん、それぐらいだと思います。今目指すのは。はい。あ、じゃあ今これ見ていただいて。うん、これで結構頑張れてる方ですね。そうですね。その1個前は結構突っ込んじゃったので、はい、多分癖なので。そうですね、癖です。じゃあエンディングいきますか。はい、本当にその2次元っていうんですか、動画撮った、うん、その携帯とかで動画撮った画面で見るよりも、なんていうか、もっと細かく体の動きとかが見えちゃうから、結構変なスイングしてるなっていうのが感想。そういうところまで分かる。リアリティがある、説得力がある。そう、すごい細かく見えますね。情報量が多いんだ。はい、いろんな練習場、シミュレーションのところとか入ったら行きたいです。うん、やりましょう。はい、あ、ありがとうございます。私でも今これ全く何も見てないですからね。いや、こっち見てる、こっち見てる、あってるあってる。ゴルフ場で一人で喋ってるみたいな感じですよ今。多分、はい、楽しみましょう。はい、じゃあどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとそうですよね、これはハマっちゃうよね。ハマっちゃいますね。リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のこっちテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の取手国際は以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれて、ぜひ応募してください。はい、バイバイ。